CGS をご覧の皆様、こんにちは。キャスターの神谷宗平です。本日も常年塚先生を招きしてじっくり学ぼう日本経済ということでお送りしていきたいと思います。先生、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回ね、その、はい、まあ、恐ろしい陰謀というのがね、はい、明らかになったんですが、まあ、長期プライムレートというですね、はい、聞き慣れない金利が実は裏で上がっていたと、はい。まあ、上がった原因は表向きはおそらく資金需要がまあちょっと落ち着いたからということでしょうけど、はい、まあ、裏ではまあ日本を滅ぼしたいという日本銀行の命令によってですね、はい、まあ、日本工業銀行、まあね、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行のこの長信銀3行はですね、はい、結託して、まあ、バブル潰しのまあ先遣隊みたいなことをやらされたのではないかなと思います。ただ、そのバブルが潰れたことによって、はい、この3行はその後潰れているんですけどね皮肉なことに、はい、まあ、長銀と日債銀は完全に破綻しちゃいますし、はい、日本工業銀行は、はい、みずほコーポレート銀行になった後、はい、最終的にはみずほ銀行に吸収合併されてしまいます。はいはい、まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、これでですね、まあ、87年8年と長期プライムレートが上がり、はい、でその後ですね、日銀がですね、まあ、金融引き締めを行うんですね、肯定部合のね、はい、でここでポイントなんですけど、日銀が肯定部合を上げたことによって確かに株は、はい、まあ、バブルは崩壊したんです、はい、ところが土地の値段はですねまだ上がってたんです、うん、全然上がってました、はい、でこれは何でかっていうと、ここでまたですね、はい、次の問題が今度はその株バブルから土地バブルの話にちょっと移るんですけど、はい、土地バブル、はい、あの株と同じでね、昔土地っていうのはやっぱりね供給が少なかったんです、はい、株っていうのはね、昔は持ち合いとかで、ね、半分以上ぐらいの株が企業が持ってて、まあ、動いてなかった、動いてなかったって話しましたよね、はい、で土地もね今に比べると昔はね出物が少なかったんです。ほう、それはなぜですか。それはなぜかというとね、はい、まずなんで出物が少ないかというと、高層マンションとか昔作れなかったんですよ。ああ、そうですね、確かに、はいはい、土地の用途制限とか容積率制限が厳しすぎて高層マンションが作れなかったのがまず一つあります、はい、それからあの2つ目がですね、これはあの今の、 あの供給サイドね、で需要サイドの問題として、ちょうどねあの団塊の世代が40代を迎えるところで、はい、マイホームの需要が非常に高かったんですよね、はいはい、でそのマイホームの需要がすごく高いにもかかわらず、まあ、供給が追いつかないと、はい、で、本当だったらですね、物納されたそのまあ国有地、物納された国有地になっているものとかもバンバン払い下げたりとか、はい、それからそのまあ、当時汐留は開発がされてなくて、はい、あそこはそのまあJR の貨物走行の後だったんですよね。貨物列車の基地の後だったんですよ。あの辺が、はいはい、私はあの、昔ね、はい、東京の社会科見学で、はい、まあ、東京都出身ですから、はい、あの辺行ったんですけど、はい、汐留はなんかこう貨物の、ね、貨物列車のターミナルですっていうので、あのテストにそれが出たりとかしましたからね、はい、今汐留塩サイドになってますけど、はい、でああいうもバンバン払い下げて、もう都心にも巨大開発で高層マンションでも建てて、はい、ここどんどん住んでくださいとかやればよかったのに、はい、あんまりそういうこう柔軟なですね、その土地の供給対策をしなかったんですよね、はい、でそのしない上に、そのまた、まあたくさんの資金がですね、そのあんまり出物のない土地に流れ込んじゃったもんですから、はいはい、土地価格がガンガン上がってってしまうと、はい、で土地価格が上がるともっと上がるんじゃないかということで、みんな売り惜しみするわけですよ、はい、ますます土地出てこなくなるんです。なるほど。でますます土地出てこなければもっと上がっちゃうんですよね、はい、ということで土地がどんどん上がっていたんですね、はい、地価がね。であとね、もう一個大事な要素があって、その、まあ、世の中に資金を日銀がわーっとこう供給するんですけど、はい、その供給した資金がその不動産関係の事業に集まりやすかったんですよ、はい、でこれは何でかっていうと、日銀が窓口指導で、はい、不動産融資をやる銀行にはたくさんお金を供給しますよっていうことをやっていたんじゃないかという話があります。話がある、はいはい、これね全く裏は取れてないんですけど、はい、陰謀本でね有名な、はいはい、円の支配者っていうのがあるんですけど、ああ私も持ってます、持ってます、はい、円の支配者で、あのリチャード・ A ・ベルナーという人が、はい、彼は確か日銀の金融研究所の客員研究員だったと思うんですけど、彼が現場で見た話というので、はい、窓口指導で、はい、その不動産融資をどれぐらいやってくるんだっていうのは事業計画を出させて、はい、不動産融資がきっちりこう増えてると、じゃあ貸してやるってことで、まあ調達金利の安い資金をバンバン出していたと、はい、いうことなんですよね。あ、私読みましたけど全然頭に残ってませんでした。そこ結構重要なんですよ、はい、あの窓口指導がどうも不動産バブルを生んだんじゃないかという疑惑があります、はい、でね、あの窓口指導というのはそもそも何かというと、はい、まあ、昔あの規制金利の時代ね、日銀はまあ肯定部合を操作したりとか、まあ、それこそ長信金に言って長期プライムレートを動かしたりとかして、はい、まあ、金融政策をやるんですけど、補完的にですね、そのまあ、あの日銀が直接貸し付けるそのまあ、あの当座預金にねお金をこう貸し出す、まあ、制度があるんですよ、はい、でそこでその極めて安い金利でその市中にこう資金を出すんですね、日銀が、はい、で当時資金需要かなり旺盛ですから、はい、日銀の資金取るとそれだけたくさん融資の案件ももうそこら中転がってんで、はい、それも OK これも OK これも OK ってできるわけですよ、はい、だからみんなね日銀の資金欲しいんですね、はい、調達金利安いですから、はい、ですごい利ざやを抜けるんですよ、はい、でその調達金利が安い資金の枠が決まってるんですね、はい、
でその枠の大きさをあの左右というかね、大小をこう決めて、はい、で誰にいくら割り当てるかということをこう窓口で指導するんですよね、はい、で融資の計画書とか もうきっちり出させて、はい、じゃあこれだったら、ね、何億円、ね、何十億円、うん、何百億円出しましょうっていうのを実はやってたんですね、はい、でそれをやっていながら、はい、土地価格があれだけ上がっちゃったと、はい、まあ、つまり不動産向けの融資が増えちゃったっていうことはね、はい、それはそのあなた日銀監督しててね、はい、窓口で、はい、知らなかったわけないでしょうと、はい、だから大体知ってるはずなんですよね、はい、そうですね、なんでおそらくまあ窓口指導で不動産向けの融資をまあ増やすところにはいっぱい出そうみたいなことあったんじゃないかなということで、まあ、土地の供給不足、はい、それからそのまあ需要が、ね、人口動態的な需要がすごく旺盛で、はい、かつ自己実現的にまあ地価が上がるので出し惜しみがあって、はい、でさらにそれを加速するだけ の資金流入ですよね、はい、日銀によるね、はい、不動産集中した資金流入っていうのがあって、まあ、これだけ4つ重なって、はい、あの土地バブルっていうのは起こったと、なるほど、いうことなんですよね。一点疑問なんですけど、はい、この間その、まあ、日銀はあまりバブルが面白くないと、はい、いうことで金利を上げたというような話と、はいはい、今 その土地の方にどんどんお金流しなさいっていう窓口指導したっていう、はい、少し矛盾がありませんか。そうなんですよ、これね、はい、なんでかっていうとね、はい、窓口指導が行われた時っていうのは、はい、要はその政府の圧力でね、はい、金融緩和せいせいってすごい言われてたんですよ、はい、で実際には金融引き締めに転じるのは89年ですよね、はい、でその前に長期プライムレートを上げ、はい、あのまあ、陰で上げたのは87年なので、はい、要はその86年から87年の前半ぐらいまでどうもこの窓口指導があったんじゃないかと、はい、なるほど、はい、でその出した金が回らないと政府から大蔵省とかからね、はい、怒られちゃうの で、はい、で無理やりでも貸し付けなきゃいけないわけですよ、はい、でところがもう日本は重工長大産業なんて当時はもうほとんどね、はい、成長産業じゃないし資金需要もいらないですね、うん、設備投資みんな終わってるから、はい、そうするとどこが資金いるんだって話になるんですよね。で資金借りてくれそうなところっていうとどこっていうともうあの不動産ぐらいしかないんですよね、はい、不動産とかあとはまあサービス業とかで当時まだね航空機リースとかそういうまあちょっとこうまあ何ですか金融技術を使ったそういうファイナンスみたいなのあんまり発達してなかったので、はい、そうするとやっぱりこう不動産ぐらいしかなくて、うん、で不動産自己実現的に値上がりするもんだからこれが成長産業です、はい、でよくよく考えてみたら日本人はねもう働き詰めの、ね、はい、50年代60年代70年代終わって、はい、80年代って心が豊かになったんです、はい、これから余暇の時代です、はい、ね、で人口動態的にもうそろそろ団塊の世代もね引退したらねこうなんかこうリゾートとかを楽しむ時代だと、はい、でしかもね87年かなリゾート法っていうのができて、はい、でもう日本中にゴルフ場作りましょうみたいな感じになってて、あ、もうこれからこれだともう余暇の時代で、はい、もうね成長産業なんだみたいな風なちょっと雰囲気あったんですよ。なるほど、はい、だからそこにまあ貸し出したらいいじゃんということで、まあ、資金出すなら行きなさいっていう感じで、じゃあ時間的に言うと絞る前の話として、そうですね、絞る前の話ですね、これはもう皆さん分かりやすいと思います。そうですね、はい、で絞る前にまあそれやって、まあ、でも89年まで実際にはまあ公定は引き上げられてないので、はい、まあ、基本的にそれが続いていたと考えればいいと思うんです、ね、はい、そういうことをやってるのと裏腹に、まあ、88年ぐらいから長プラがちょっと長期プライムレートがちょっとずつ上がってきたと、はい、うん、でそう考えると長期プライムレートは本当に資金需要がちょっと落ちてきたから金利が上がったのかもしれないですね、はい、まあ、その辺は何とも言えないです。ちょっと微妙なんですよ、ここは。なるほど、はい、窓口指導も、ね、本当にあったかどうかってすごく微妙なんですよね。あ、まあ、いろんな仮説で、まあ、今お話ししてそうですね、はい、まあ、一応まあそのあくまでもそういうふうに考えると、まあ、ついつい上がってくるんじゃないかって話ですね、はい、そうですね、はい、でそれで何が起こったかというとですね、土地価格がですね、これ一応私今資料があるんですけど、日本不動産研究所というところがね作成した資料によると、はい、1980年ぐらいの、土地価格ですね、82年かな、はいはい、82年を100、ごめんなさい82年じゃないや、83年ぐらいかな、はい、83年を100とすると、はい、1992年の土地バブルのピークの時、はい、東京のですね、まあ、商業地ですね、はい、の、価格はですね、あ、東京とかごめんなさい、全国ですね、はい、全国商業地の価格は大体500ぐらい、ちょっと今思わずえって出ましたが5倍になった。82年、ただ10年で82年から92年まで5倍で、住宅地の平均で全国ですよこれ、はい、全国で、住宅地で 1.7 倍ぐらい、はい、で、工業地はもうちょっと少なくて 1.、 あ、ごめんなさい、住宅地はね嘘です、 1.5 倍どころじゃないです、 2.2 倍でした、すいません、住宅地 2.2 倍、2倍、はい、で工業用地で2倍ぐらいです、2倍、はい、それでも倍にはなっていると。そうですね、はい、でこれあの地域別で見ると、うん、1900、今度ちょっとごめんなさいね、あの数字がね、1971年を100とした場合で見ると、はい、71年を100とした場合で見ると、はい、東京圏大阪圏はですね大体ね8倍、東京圏8倍でね、大阪すごいですよ、9倍、9倍、ピークはね91年ですね、これはね91年、91年に8倍とか9倍とかなっちゃう。あ、私元吹田の市議会議員です。当時、はい、江坂っていう吹田の土地がですね、関西で一番高かったそうなんですよ。ああ、そうですね、はい、あの新大阪のちょっと北側のところですね、北側のところです、はい、あそこが関西で一番高かったそうです。なるほどね、はい、そうですね、で名古屋あたりでも、はい、
大体、5.5 倍ぐらいですね。5.5倍、全国平均が5倍、あ、ごめんなさい、全国平均6倍です、はい、なのでかなりの土地バブルが起こったんですよね。20年で5倍と、そういうことです。すごいですよね。東京大阪だったら8倍9倍ですから、まあ、ほぼ10倍と考えていいんで、はいはい、3000万で買った家が3億とかですよ、はい、すごいですね。いい時代でしたね。いい時代ですね。いい時代でしたね。10年で3億、ね、今はもう下がることしか考えられないですけどね。でここで買って10年ぐらいちょっとはね、はい、貸し家で暮らして、はい、で値下がりしたところで買い直せば、はい、すごい家買いました ね。これ分かんないんですよ。そういうのがまあ起こった。でこれがポイントは、89年にその日銀が金利の引き上げをやって、はい、で89年のまあ終わりに、まあ、あの株価はピークを迎えて、はい、もう株はもうダダ下がりするんですよ、はい、もう大暴落してるにもかかわらず91年まで土地の価格は上がり続けた、はい、でしかも窓口指導自体が91年に終わってるんですよ、はい、その中身何やってたか分かんないですよ。中身何やってたか分かんないですけど91年で窓口指導は終了してます、はい、で、土地のですね総量規制が始まったのは、はい、大蔵省のね、はい、あんまり不動産業に貸すんじゃないっていう総量規制が始まったのは90年なんですよ。そうやってこう抑えつけても、はい、なかなか価格が抑えきれないぐらいに高騰してたんですよね、はい、ところが、はい、これ抑えすぎちゃったためにですね、はい、大変なことがこんなところでしょう。そこら辺はまたじゃあまた次回ちょっとお話したいなと。次回に続きを、はい、まあでもやっぱり、いや当時バブルすごいすごいとは聞いてましたけど、はい、今改めて数字を聞くと、はい、10年で5倍とか10倍8倍9倍ですからね。土地がね、株よりすごいですね。株は3倍でしたよ ね。土地はだから8倍とか9倍だったんですよ。これはもうね、みんながわんさかわんさか踊りまくるっていうのも分かんなくもないですよね。分かりますね、はいはいはい、まあその裏でというか、まあ、抑えすぎたために起こったことを、はい、まあ、次の回で、そうですね、教えていただくということでお願いしたいと思います、はい、どうも今日はありがとうございました、はい。